2人だったら次のレース。ああ、それって何なんだろう。なんで違うの今日じゃなくて。
ああ、なるほど。はい。はい。で、まあ、その例えば、はい、大学1年生の時に、はい、友達に、地学が、はい、勧められたりして、はい、はい。で、気象学やってるっていうのは、はい。まあ、先生、自分の尊敬してる先生が、はい、気象学やってるから、はい。っていうふうな答えをいただきました。なるほど。で、それを聞いて、うん、まあ、しかもこのままに載ってるんですけど、うん、すごい好みでした。
まれる水分量が日本は多い。それによって光が空気中の水滴にこう当たることによって拡散されて光が遠くまで通らないから空を白っぽく見える、はあ、まあ、それでなるほど、うん、海外の空は雲がまっすぐこう見えるから雲もこうくっきりと見えて、うん、遠くの方まで青く見えるんだなと。なるほど。で、うん、イギリスの湿度を調べてみたら、はあはあ、おいいですね、低くても 60%、うん、高いと 80% の湿度があるらしいんですね。あれ、これイギリスの方が高いじゃん。あれ、うん、そしたら、お前回の授業で、お湿度とは相対的なものだよ、はい、空気中に含まれる絶対的な水分量ではない、はい、イギリスの気温は夏でも日本の夏のようなね、違うな。イギリスの夏は日本の冬と同じぐらいの気温しかない。そうなんだ。だから気温が低いから、うん、ここは水、あの部屋、はい、空気中の部屋が少ないから少ない水分量でも湿度が高いな。なるほど。今回の調べで前回の内容も役立って。なるほど、素晴らしいですね。いい調べ。はいはい、あ、いいですね。はい、面白い。僕が、はい、まあ、雲を見るのが非常に好きだったんですけど、そう、小さい頃に見てて、うん、普通の入道雲は特に好きなんですけど、はい、入道雲って、まあ、とにかくでかいじゃないですか、うん、そのでかい雲が、うん、どうやってできるのかなとか、とりあえず雲って、はい、全然なんか雲ってどうやってできるのかみんな疑問に思ったことみんな一回はあると思うんですけど、雲のでき方っていうのは空気中に、あ、そう、雲のでき方を調べました。なるほど、はい。雲のでき方は空気中に含まれる水分量っていうのは温度によって飽和水蒸気量っていうのが決まっていて、はい、この温度の空気に入れる水蒸気量が決まっていて、地面が地面の、地面に、はい、大丈夫、空気が地面で温められて、はい、それが上空に上がっていくことによって、はい、上空っていうのは地面より温度が低くて、はい、その飽和水蒸気量に達して水滴になったものが塵などに、はい、塵などが乾くとなって、はい、雲ができるということで、そういうことで今できるんだなと思いしました、うん、なるほど。まあ、そういうのは見といて、お、置くんです。雲ってすごく不思議なもので、はい、生き方とか関係なく、はい、なるほど。あ、いいですね。めっちゃ早いですよ。いいですね。はい。本当は、北京オリンピックの時に、おお、中国が、人工的に雨が降らせたことがあったので、ちょっと待ってもらって、はい、人工降水について調べました。はい。そもそも、何で雨が降るかっていうと、うん、空気中の粒子に、うん、雲の水蒸気がまとわりついて、雨が降るんですよ。はい、で、人工的に、雨を降らせるには、うんうん、ドライアイスや、うん、氷河銀を、うん、飛行機や飛行機から散布したり、はい、ロケットに詰めて空気中に回って、はい、でドライアイスだったらそれで空気中の温度を下げて、でドライアイス自身を核として周りの水蒸気を付着させて雨を降らせて、で氷河銀だと、そもそも氷河銀の形が、結晶の形がその空気中の核の形に似ていて、うん、なんか雨が吸収しやすく、雨が降りやすいそうです。なるほど。けど、氷河銀に
雷が鳴ったら雨が止むみたいな感じで、それはどうなのって思って、書いたら、森田さんに、それは違うから、ぜひ調べてみてくれと。違うからって書いてた。で、何を調べてくれと。それで、雷は、まあ、雲とかって、水とか氷でできてて、雷は静電気っていうのを聞いたことあると思うんですけど、氷同士がぶつかって、で、まあ、静電気が発生して、まあ、雷が落ちるみたいな、話なんですけど、それで、まあ、雲が、雷雲が失敗した雲なんで、そのまま氷ができてるけど、気温が高かったらそのまま氷が落ちて、雨になったり、この前は、気温が低かったから、氷になって、覚えてますか、今日あの時の感じがしてるんですけど、はい、なってました。それで、まあ、雷と雨はあんまり関係ない、関係ない関係ない関係ない雷の雲が大きいから、はい、雨降ると言われるけど、はい、別に雷が鳴ってるから雨とかないのとか関係ないかなって思いました。で、まあ、結果としてと同じです。はい、いいですね。行きましょう。僕は今回、熊の色を見てきてしまいました。はい、どうでしょう。熊の色は、最初に見てみますと、雨の色は、どちらかというと黒かったりして、これは何なのかなと調べてみるんですけど、一般的に白い方が、これは、まあ、どういうこと
ですね。実力で。はい、レザーのように俺も使ったの。はい。次の人。僕は最近ヤフードのニュースが当たらんっていうのに、すごい文句だったんですけど。ニュースの天気が、はい。はい。野球してると、たまには、医者がいなと思っていなくて、お今日雨じゃんっていうのがある。で、今度はヤフードの、こいつはマジでこう、ね、雨じゃなくてるくせに全然雨が降らなかったり、テンションが下がるんですけど、それで降水確率について、はい、軽く調べた。降水確率っていうのは、うん、過去の気象データに基づいて、その気象条件における雨の降りやすさなんで、うん、その気象条件が100回あって、30回雨が降ったら 30% らしいんです。うん、それで、まあ、決まってるんで、まあまあ、当たらないこともあるということなんですけど、うん、僕は今度からウェザーニュースを使おうと思います。油を撒いて、もう蒸発させないみたいな。マジっすか。そういう研究も。
まあ、いずれにしても今現段階ではできてないんですけど、まあ、将来的にあの、まあ、研究を積み重ねれば台風は弱めるのができるんじゃないかと思います。なるほど、はい、いいですね。はい。
なので実際できるのかできないのか調べたんですけど、はい、まず24時間の前にはそれはできません。なるほど。で通常雨を予想するには雨とか予想するには例えば天気予報で、はい、雲がこう雨が流れるじゃないですか、はい、あと高気圧がどうとか出てきて、はい、あと風の動きとかも、うん、まあ、スーパーコンピューターで予想して、はい、でここにある雲が雨を降らせるとかで、はい、降らせるとかで予想して、はい、雨が降るかどうか予想するんですけど、はい、でゲリラ豪雨っていうのは、うん、本当に何も雲がないところから、うん、雲ができて雨が降るんですよ。なるほど。その原理は、はい、まあ、よく、うん、ゲリラ豪雨が起きるのは東京都内とかそういう地面がアスファルトで、うん、ところなんですけど、ゲリラ豪雨は夏に起きるもので、うん、太陽とかの雲によって地表が温められて、うん、アスファルトだと上昇中できないと、このまま一方が上がるとか、スピードアイアンド現象が起きて、うんうん、でこれによって急激にこの地表の温度と上空の温度に差ができて、うん、上昇気流が発生して、はい、雲ができるんですよ、はい、であと夏だと南に強い高気圧があって、はい、そこからすごい風が水蒸気を多く持った風が入ってきて、はい、その雲にその水蒸気がどんどん入ってきて、で雨を強烈な雨を降らせます。なるほど。によってなので、うん、なんか予想はできません。なるほど。ですが、はい、一応1時間、まあ、とりあえずこの雲が発達するのは大体10分とか30分なので、なかなか予想はできないんですけど、うん、現在は気象レーダーの観測の間隔を30分から5分となって、なるほど、なるべく早めに雲ができるのを予想して、はい、あとそれをスマートフォンとかで伝達することで、うんうん、なるほど。はい。ウェザーニュースを見れば。あ、まだウェザーニュース。はい。で、受け取る側がその気になって、どんどん前も何度もなるから、ね。はい。はい。いいですね。はい。いいです。水があったら、まあ、よく物理とかの教科書にあると思うんですけど、購入者が
があったら、はいはい、このミスとミスが異なる物質に入射するときは、はい、その光は反射または屈折する、はい、ここにこう入った入射角によってこう反射する光と、うんうん、ここで屈折する光が、はい、はい、で、そう、あ、これはまた太さが生じたっていうことで、あ、なるほど、はい、でこういう光はこういう水が違うところでは反射と屈折するっていう性質があって、はい、で、光はまた例えばここに食塩水を作るとします、うん、で、こうはさせて、うん、もう下にはもう食塩水がかなり溜まった状態、はい、下は濃くて上は薄いっていう、うんうん、こういう食塩水を作るとします、はい、で、真横から赤い光を入射させると、はいはい、光は密度の高い方で曲がってきます。で、これを利用したこれが蜃気楼の原因であって、水平面上では水が冷えているので、ここは空気が少ないです。密度が薄いんですよ。で、大気中にはここにも暖かいので、こことここで水の差が生まれるんですよ。それによって光が屈折して蜃気楼が見られるです。なるほど、いいですね。密度差で食塩水でいくとどんな感じで人はどこにいるの？その食塩水の話だと人はどこにいるの？人はこう見てます。真横から見てる。真横から密度のこういうものに向かって光が曲がっていくので、はい、ここが、まあ、密度がポイントしたら、はいはい、ここ実際はここにあるのに光がこう曲がっているので、はいはい、イメージとしては、うんうん、こっちに現れる。なるほど、こっちから 前から見てると上にあるかのように見浮き上がって見えてしまう。はい、なるほど、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、次はい、はい、はい、僕がこんにちは僕が思ったことは、僕も上がってるんだよって思いました。はい、それで、はい、でそれで、じゃあ皆さんは、はい、どのように雲を測れると思いますか？じゃあ、キックどう思いますか？逆位置どう思いますか？はい、どうですか？はい、まあ、まあ、例えば、まあ、目視とか、キックはそうするかもしれないんですけど、まあ、普通は、周波数のすごい高い電波を使っているそうです。で、じゃあその電波はどこから飛ばしていると思いますか？はい。じゃあ佐野さんどう思いますか？佐野さんどう思いますか？佐野さんはじゃあどこから飛ばしますか、電波？どこでもいいですか？気象庁から飛ばしますか？はい。で、多分気象庁から飛ばしていると思うんですけど、なんか、宇宙からも飛ばしてるみたいな。なるほど、はい、でも、その場に
で、多分ほとんどないと思うんですよ、あの首都圏にお住まいの方からは。で、はい、いやこれ本当は多分別になんか月曜日に僕の学校は月曜日に野球部が朝にあったんで、はい、月曜日に学校行ったら野球部が変わったと思ってるって結構あって皆さんもあったと思うんですけども、なるほど、画面先にごめんなさいと、はい、それで、あの、はい、ちょっとこれについて調べてみたんですけども、はい、こういう土日に、うん、土日、はい、あれ曜日で降る違うじゃないですか。ちょっと待って。すがするとかなんか聞いたことがあって、ちょっと聞きたいな。
感じによ。はい。で、交感神経の姿勢がこうあったりとか。で、2つ目が、食事でカリウム。カリウムを摂取してる。はい。今は、キュウリとか、スイカとか、ナス、トランプを取れるそうです。はいはいはい。いいですね。キュウリとか。キュウリ。あとは、キュウリさんが、カイロ。カイロ。カイロ。カイロで、はい。骨や骨盤の調整筋肉の調整は交感神経を抑制するそうです。あとは筋肉強化とストレッチだそうです。それぞれのね、はい、はい、いいな、中学校か高校の社会で、飛行の人についてやって
なるほど、はい、いいですね。はい、行きましょう。見え方として、広がって、そうするともうすごい気力なので、雷とか竜巻とか起こる一番、これが花とか。
ポンポンさんもし何か聞かれたら子供に答えたいと思います。いいですね、表現です ね, それね。はい、ありがとうございます。はい。
こっから、うん、あの偏西風とかジェット気流とかに流されてこうピュアって、はい、わーって上に行くって言ったらそれだけなんですね。まあそうですね、はい、流されてるやつなんですね。そうですね。なので風の強さとかによって、うん、北海道の方までは行かないと思うんですけど、はい、あの北の方まで行くこともあるし、うん、その前に曲がってしまったりとか関東の方に行く前に曲がってしまったりとか、あとはまあ温帯低気圧になって台風が消滅しちゃったりとかもするので、うん、まあ風の強さによっていろいろ変わるんですけど、だからとりあえず風によって日本列島に沿っているので、別に台風が日本を好きで行ってるわけではなく、ただ風が吹いていますねっていう話でした。そういうことか、はい、はい、そういうニッチが一緒なんですよ。食べる葉っぱとか
にくいだろう。はい、そう、子供たちにお腹のこと聞かれたら、はい、青動画のことだってやってくれる。素晴らしいことで、こんな話しております。はい、はい、はい。
1分で言ったんだけどね、みんな割と1分こうやって喋るんですよね。これ面白いんですよ。1分っすよ。これね、多分俺が勝手にお題決めてこれって決めると逆になるんです。1分っすからできるだけなんか早く終わってもらおうと思うんですね。だけど自分でお題決めてるんですよ。その差でかいんです。わかります。いやこれね、全部のクラスでやってるんですよ。月とかって、でまあみんなそれぞれ個性違いますけど、これね、まあそれぞれ出発点全然違いますけど、みんなね1分超えるんですよ。不思議なのよ。ここだけでね1時間ぐらいかかってますよね。でもね、こういうもんなんじゃないかなっていう気が最近してます。まあ俺ね、はっきり言って僕からすると実験なんですよ。知実験。俺がこれどうなのかな、平均何分ぐらい喋るのか話なんです。で、まあ中には必ずしもね、気象の話じゃなくなる人とかいるじゃないですか。インボセスとかでも全然いいんですよ。文化雲の形から日本の文化みたいな話をする人もいるし、海外の話をしていますけど、なんかだからその枠を狭めるよりは結局自分が一回一個見つけた疑問点から出発して広がっていこうが、多分自分にとっては楽しいから話す時間も長くなる。これね、多分先生に将来自分が何とか結構ね、いや今そういうことやってる学校ってそんなにないと思うんですけど、結構ね、そういう方がこれ教育いいんじゃないかなと思うことがあるんですね。まあ、昔は知識を教科書に書いてある知識を等しく、ね、みんなに等しくちゃんと伝えるみたいな時代だったと思うんです。だけどもう Google が出てくるとですね、そうじゃないよねっていうのは、まあ、僕は最初から言ってますけど、どっちかというと、それぞれ個性があって、その人たちの力をどれくらい引き出すかみたいな感じになってくる。そうすると、なんか先生って、なんていうか、先生っていうよりプロデューサーみたいな感じですかね。だから、それぞれアーティストとして、どれだけ発揮するかみたいな話になると、だからここの前に出て、どういうステージでもいいんですけど、どんだけ発揮するかっていうのは全てじゃないですか。クラスを持ったっていうね。だからその子供ら高校生ぐらいまでいろいろいるかもしれないですけど、とにかくそれぞれがどれだけ力を発揮するかが問題ですね。よく考えたらね、エデュケーションって英語あるじゃないですか。あれ意味しますか、エデュケーション。エデュケーション。教育ですね。あれね、インストラクションっていう教育って知ってます？インストラクター。あれ違う感じ。エデュケーションとインストラクター。インストラクターは決まったプログラムを等しく全員にピタッと教えるもの。で、エデュケーション本当はですよ。その人の力を引っ張り出すっていう意味なんで。元々はね。なんなのって言ったら、だから本当のエデュケーションってそっちなんじゃないのって思って。だからその人が本来こういう背景があってこういう表現が好きだと、こういう自分が好きだからこういうことを好んでいてこういうことに興味がしてっていう話の方が本当は伸ばした方がいいんじゃないのって話です。でまあ僕はね、気象ネタでやりましたけど、別にどの教科でも基本そういう話なんじゃないのっていうことでね、まあちょっとね、実験ですけど僕にとってはやってみたっていう話ですね。はい、まあいつ使う日がちょっとありませんけど、まあなんか他の教科もそういうようなつもりで授業を受けてみたら見方が変わるかもしれないなという話です。さあ、まあちょっと休みましょうか。少し休んで、30分後にですね、大将から流れてくる日の気象を聞いて、天気図を書こう、場所を最終にします。
けるの